はい、どうも、こんばんは。音声大丈夫ですか？音聞こえますか？皆さん。今日はですね、何日だ？最近日付感覚がね、2019年の1月の29日火曜日、5時27分朝ですね。よろしくお願いします。音とか映像がね、乱れたら教えてください。では、コラボとつまちです。コラボ上がりたい人がいたら、コラボ上がってください。よろしくお願いします。また iPhone いったな、画面。まあ、いったね。最近コラボよくやるね。うん、楽しいんだよね。人と絡むのが。あ、面白くない？コラボ。うん、iPhone じゃなくてね、iPod を買ったんですよ、新しい方は。今 iPod で配信してるんだけど、また画面割れちゃったんだよね。古い方、こっちの方。iPhone 買ったわけじゃないんだよね。まいったね、これはね。iPhone が割引適用？ガラス修理。iPhone 6 Plus 1500円。iPhone 6 Plus、これか。割引適用ってなんだろう。後ろにバイオハザード。ああ、これか。ああ、なんだろう、バイオハザードって言われてんの。何かなと思った。これのことか。自分で買ったな。そうそう。だいぶ前に買ったやつだね。そう。そうそう、iPod Touch だね。会社アプリとか起動する。6プラスと同じチップ、CPU だから、iPhone 6プラスと同じスペックなんだよね、実は。iPhone 6最高だぞ。6プラスだね、俺は。うん。またクソカスカウス呼ぼうよ。呼ぶっていうか来てくれたんだよね。面白かったよね。すげえよかったよね。すげえよかった。ネタトツでも何でもトツ、全然何でもいいよ。何でもいいよ。アンチでもいいよ。売名したいとかでもいいし、まあ今20人しかいないから売名できないけど、何でもいいっすよ。何でも。全然 OK ですから。もうやっちゃってください。家で簡単に修理できるよ。画面割れた Amazon とかでキット売ってる。やったことある？俺、キットを成功させた人見たことないんだけど、めちゃくちゃ難しいよ。自分でやった？売ってるのは知ってるけど、修理したことはないわ。情報としては正しくないよ。いや、カオスの話面白かったね。いや、それはね、カオスの人柄だよ。気だるいの治った。いやー、朝起きてみないとわかんないね。
めちゃくちゃ難しいよね、iPhone の修理。これさ、画面パカッて外して直るもんじゃないの？パカッてつけて。裏に基板がついて、配線がついてんの。要はガラスが割れても中の液晶基板が接触がとかあるから。俺、トライしてみよう。キットが売ってるのは知ってるけど、簡単ではないっすね。全然。簡単ではないっすね。あれ？コラボ上がれる？これ。コラボ凸まちになってる？なんか申請が来たんだけど上がれないのかな？なんか勝手にキャンセルしてんのかな？なんかね、今ね、申請来たから許可を押したんだけど、上がらないね。バグかな？バグなのか、それとも、この人がキャンセルしたのか。じゃあ、無難に数こなしてる業者さんに任せた方がいいのかな。俺はそう思うね。自分で直せるものだったら、それはどんなものでもあるけど、なんで修理業者さんがいるのかっつったら、専門知識がいるからでしょ。上がれない？やっぱり上がれなかった？9号さん、名前アレさん？名前あるさんか教えて。なんかね、今配信許可押したんだけど、つながるまで1分ぐらい時間かかるよ。途中でキャンセルしてない？自分で修理する層は、もともとアップルストアの保証が切れてる人だと思うよ。だって、アップル保証がついてる人だったらアップルストア行くもん。宮田又蔵とのコラボ面白かった。ありがとうございます。そう言っていただけるの。やりがいありますね。なんか、面白かったって言われるとね、番組作ってよかったなって思うんで、放送やっててよかったなと思うんで、応援してください。ありがとうございます。嬉しいっすね。バレちゃうもんなのっていうか、例えば、アップルストアだったら多分1、2万かかると思うの。保証がついてない段階で。で、これ、安いさ、8000円とかで画面修理してくれるところなんだけど、これプラスチックなんだよ。で、アップルの製品ってガラスなの。この画面自体が。プラスチック製品だから原価が安いからっていう。要は、なんつうの、パチモンなんだよ、これ。だから画面がね、少し分厚いの。本当は真っ平らなんだけど、よーく見るとね、画面がね、2ミリぐらい上がってるんですよ。バレるっていうか、まずそもそもここのパーツがアップルじゃない。アップルが純正として出してるパーツじゃなくて、それをコピーして安い材料で作ってるんだよ。そう。だからね、良くないっていうかすぐバレますね。あ、これうちの商品じゃないですねっていうのはすぐバレる。厚みが違う。少し出っ張ってるんだよね。いや、壊れるか壊れないかで言ったらガラスの方が割れやすいから、落とした時のクラッシュするのはガラスの方が割れやすいよ。プラスチックの方が割れづらい。ケーブルつなぐって言ってもフラットケーブル1本挿すだけだよ。6でやったけど作業10分だよ。ケーブルつなぐって言ってもフラットケーブル1本挿すだけ。多分だから1号さんがガジェットに詳しいんだよ。ガジェットに。そのケーブルを1本挿すっていう、例えばさ、全く機械パソコンとか触ったことない人からすると、俺の母親がそうだったんだけど、テレビの電源ボタン、赤いボタンと数字のチャンネルボタンと音量ボタン以外を押すと壊れるからって俺教わったもん。母親が直せなくなるの。ビデオ1、ビデオ2ぐらいはギリギリわかるんだけど、コントラストとか画面設定とかは元に戻らなくなるからって言って、もううちの母親はそう教えてたよ。電源ボタンと数字のボタンと音量が変わるボタン以外は押すなって。壊れるからって。体調悪いっすね。スマホのキャリアはないですね。僕は電話やめたんで、電話持ってないです、回線は。ライトニングコネクタ。本当だ。ちっちゃいネジついてるわ。今初めて気づいた。ここね。ここの部分の、この部分ね。
100はいきそうなの？俺100万稼いだこと人生でないっすね。100って100万円ってことでしょ、月収。いや、正直言っていい、20万もいってないっすよ。初めてっすね。ふわっち来てから月収は20万初めて下回りますね。解放という配信者が調子こいててうざい。へえ。どう調子こいてるんだろう。Wi-Fi、もう電話契約してなくて4年ぐらい経つかな。だって LINE だけだもん、連絡するの。LINE と DM だけでいいじゃん。で、俺、友達いないから、そう、自分から電話かける相手がいないの。で、全部、ほぼリスナーさんっていうかね、リスナーさん以外と電話で話すことってない。で、同級生とか、昔、一緒にバンドやってたとか、そういう人から連絡来るんだけど、それも放送で、え、お前今配信やってんの？みたいな感じで LINE をくれたり、DM くれたりするから、連絡取りたいとか。だから、俺から誰かに用がないんだよね。俺から誰かに用がない。監督の1億円ツイートすごいバズってますね。全然バズってないでしょ。20人ぐらいじゃないの、あれ。リツイートしたの。多分そんなもんだと思うよ。そんなもん。全然バズってないっすよ。びっくりするぐらいバズってないっす。残念ながら。リツイートされてないっすよ。和道は踏み台って言ってた。ああ、そういうこと言う人なんだ。ひどいね、それはね。今日はある北郷と仕事してたの？そうですね。ある北郷さんと仕事してたっていうよりも、北郷さんとがっつりってわけじゃなくて、なんて言えばいいの？裏方っすね、完全な。で、まあ、北郷さんと最後飲んだっていう感じですね。友達いらないっすね、僕は。ただ、僕はいらないと思ってますけど、普通の人は絶対友達いた方がいいと思います。髪も少し前まで10いかないとテロップ出してたけど不景気なのかな？いや、ただ人気がなくなっただけだと思います。通販とかそれこそ救急車呼ばなきゃの時大変じゃないではないと。通販、ちょっとあった方がいいなと思うのは、まあ、電話持ってた方がいいけど、電話を持つことによるストレスの方が俺からすると多かった。だから電話をかけなきゃいけない時は公衆電話を使ってるわな。和道のこと舐めすぎだわ。いいんじゃない？舐められるようなことをされてるのは俺だし、なんか、仲良かった人を悪口言うのって俺はダメだと思ってるの。愛情がある配信上のネタでディスだったらいいんだけど、本気で言ってるんでしょ？多分14号さんが怒ってるってことは、解放が俺のこと本気で、踏み台とか言ってるわけでしょ？でもね、そういうこと言う人って生き残れないよ。どの世界に行っても嫌われるから、もしそれを本当に言ってるのであればね。俺はそら、彼女の放送見ないからわかんないけど。まあ、複数人から来たらそうなんだろうけど、でもね、そういうことを言う人は生き残れないと思うよ。だって、嫌われたら干されるもん。だからポンプだったらって、だから今言ったけれども、俺は彼女の放送を見てないからわからないけれども、もし仮に本当に言ってるのであればという枕言葉を前提に今喋ったんですけど、その上でポンプだったらどうするのっていうのはよくわかりません。日本語が理解できない人だと思います。そうだよ、最近上がってるから私は一人でいいわって言ってる。私は一人でいいわって言ってる。まあまあ、いいんじゃない？まあそういう人なんでしょう。金が儲かれ、いいんだ。私が人気があれば他なんて関係ないって。俺はね、別に解放から1円も取らずにさ、俺は解放のために尽くしてきたつもりだけど、まあいいんじゃない？それはそれで。恩をあだで返してる。俺は恩は着せたくないから別にいいよ。俺はね、なんか恩着せがましい人すごい嫌いなの。俺は何々がどうとかこうとかめんどくさいから。
これは全然いいよ。ワドさん、また元気になったらトレードマークの赤黒。あ、いや、明日あたり金髪にして真っ白にしようかなと思ってますね。赤はちょっと飽きたんで、これからは白の単発で行ってみようかなと思ってますね。やりたいの、シルバーじゃなくて白ね。それはやりたいな。白ブリするとき頭皮痛そうな、痛いだろうね、多分ね。痛いと思う。まあ、ハゲるのはいいな、別に。しょうがないよね。ハゲたらハゲたでしょうがないから。ラインアウトっていう電話機能、救急通報は無料。へえ、すごいね。ラインアウトっていう電話機能。へえ、そうなんだ。知らなかった。へえ。まあなんかどこを目指してるかだよね、結局。配信者もそうなんだけど、どこを目指して活動してるのかだよ。なんか結構なんて言えばいいのかな。そんなにね、難しくないんですよ、そんなに。でも、人と一緒に仕事をしたりするのは、やっぱ信頼関係がないとね、いいものはできないんですよ。俺は信頼関係すごく大事だと思うんだよ。それね、相談した。お偉いさんと絡む機会が多いから、カラーの、ヘアカラーした髪の毛はまずいだよねって言ったけど、っていうのは本心よ、本心。だけど、ちょっとね、髪の毛の色が黒くなってから、閲覧落ちたんですよ。で、わかるよ。髪の毛染めたから閲覧増えるわけではないの。わかってるんだよ、俺は。もう完全にオカルトだとわかってるんだけど、もうね、験担がないとやってらんない、正直言うと。髪の毛黒くして、閲覧が減ったりとかっていうのって、なんかあるから、もう髪の毛を染めてでも、やっぱり人気をキープしたり、売り上げをキープしたいから、その髪の毛を染めて俺が、よしっていうふうに、配信頑張ろうってやる気になるんだったら、それでいいや、とか思ってて。いや、派手さ大事な、インパクトが大事なのよ、やっぱり。心が弱ってる状態かっていうよりも、やっぱりインパクトだね。インパクト。
はね、髪の毛を染めるぐらいで、人気が出るんだったら、それはやるべきなんだよ。そう、髪にもすがる気持ちっていうか、髪の毛の色変えて、一人でも多くの人に目に触れられるんだったら、これは難しいんだよ。これ分かる人は分かると思うよ、言ってるの。うん。キャス主のひでママと絡むの、機会があれば、はい、絡みますね。インパクトワードになれよ。芸人みたいな考え方。いや、だって配信者だもん。そりゃそうでしょ。髪の毛染めるぐらいで、ね、俺この世界で生き残って、だってここが収入源だもん。あくまで。活動のメインはここだもん。ここがダメになったら、すべての仕事の基盤がダメになるから。俺がだってそのカメラとかの現場の仕事が入れたりとか、みんながチヤホヤしてくれるのって、ここで人気があるからだもん。例えば俺が閲覧さんとかだったら誰も相手にしてくれないっていうのは、俺が一番わかってるのよ。だから俺は閲覧増やさないといけないし、ある程度ね、飯も食ってかないといけないっていうのは、あるよ。不正受給してる人、アカウント消しと、キャスでやるって言ってます。卵味噌。ごめんなさい。日本語はわからないので、正しく書いてください。クリエイティブ業界ならいい年ですげえ髪の人いるから大丈夫だ。でね、本当にたくさんいる。ただ、クリエイティブな業界に見えて、映像業界は実は職人気質な、ところと、クリエイティブな人に派閥がすごく分かれるの。例えばその立場とか役職にもすごい分かれる。結構厳密かな。ヒゲとかね、ロン毛とかは多いけどね、要はね、ディレクターなのか、プロデューサーなのか、カメラマンなのかによって、全然考え方違かったりとかするから、狩矢崎翔吾も黒髪のただのおっさんだもんな。まあ、平たく言うとそういう話だね。24号さんね、これは俺の、やってる方の意見なんだけど、よくね、あなたが好きだけど誰々は嫌いっていうことを書く人がいるんだよ。もしくは、あなたは嫌いだけどあの人は好きっていうこと。それってものすごく失礼なことを言ってるんだよ。例えば、のりこが映ってる時に、俺が画面からフレームアウトしてる時に、和道は嫌いだけど、のんちゃんは大好きだよっていうコメント書く人っているじゃん。それってさ、嫌じゃない？例えば24号さんが職場に行って、ね、自分が休憩中にトイレにいる時、トイレから、私何々ちゃんは好きだけど、24号さん大嫌いなんだよって、噂で聞いたらすごく傷つかない。だから俺、誰々は好きだけど、誰々は嫌い、絡まないでほしいっていうタイプの人って、傷つくからあんま言わない方がいいんじゃないかなって。俺ね、和道嫌いっていう人は信用できるよ、結構。あとね、もう一つあって、何々は好きだけど、何々は嫌いだからコラボしないでくださいっていう系統のコメントって、俺、いっぱいたくさん見てきたんだけど、俺の放送からいずれ離れる人だと思ってる。俺のこと好きではないと思ってる。俺のこと好きだったら全部見るもん。でしょ？で、嫌いなタレントが番組に出てるんだったらチャンネル変えればいいだけじゃん。だから、和道は好きだけど、誰々は嫌いって言った人、今3ヶ月も残ってないから、多分24号さんどっか行くと思ってます。で、嫌いだったらその回だけ見ない方がいいと思う。そう思わない？いや、だったら、ヒデママが絡んでる時に見なきゃいいか、もしくはヒデママのアカウントコメントをブロックしたら、ヒデママのコメント読まなくて済むから。だからね、なんていうのか、俺が違和感あるのは、自分はコントロールできるじゃん。そうそう、24号さんが自分がどうするか、要は見る、見ない。好き嫌いはいいと思うの。だけど、絡まないでほしい。あなたが嫌いなのは俺何とも思わないけど、24号さんが誰かを好き嫌いになるっていうのは、24号さんがいろいろ考えることだから、俺はそこは否定しない。ただ、
だからと言って俺に絡むなということはおかしいと思うけどな。技術系は割と体育会系な感じか。はっきり言うと、ゴリゴリの体育会系。完全な体育会系ですね。ああ、全然、いいっすよ。謝らないでください。好きなこと書いてください。僕も好きなこと言います。いや、花火投げても俺は嫌だ。俺だから花火師に怒鳴ること何回もここのリスナーなら見てきてるはずなの。要はね、俺がいつもリスナーさんに言ってたりとか、自分自身で一番大事してること、みんなにもそうなんだけど、意思決定なんだよ。自分のことは自分で決めようねって言ってるの、俺は常に。だからみんなに対してこれやれとか、ああするべきだって言ってないの。俺はこう思うしか言わないの、俺。俺はこう感じる。俺はこれが好き。俺はこれが嫌い。だけど、みんなの嫌いとか、みんなの好きとか、聞くけれども、そこに対して間違ってるとか、こうするべきとか、あんまり言わないよ。囲われるの嫌うかな。囲われるのはあんま好きじゃないかもしれないですね。ハートありがとう。だから、花火爆投げしたとしても、俺は、命令系の人は大っ嫌いだね。囲われるのも嫌だね。囲われるっつうかね、簡単に言うと、大人の言うことをへこへこ頭下げて聞けないし、自分が正しいと思ったこと以外はやりたくないから、そう、自由好むんだよ。そう。要は、サラリーマンできる能力がないっていうのはそこなんだよ。要は、自分が正しくないと思ったことは、モチベーションが一切湧かないの。一切。最近調子を、体調悪いかな。でも頑張ってる。アイテムで飯食ってるくせに何偉そうなこと言ってんの。アイテムで飯食ってアイテム投げてくれてる人にケツ舐めるのが仕事では俺はないと思ってるから。俺はアイテムを投げてくれる人のケツをペロペロ舐めるのは配信でも何でもないと思ってて、この人のトークいいな、この人のトーク面白いな。あ、なんか気がついたら1時間経ってはったわ、また来ちゃったわ、面白いな。え、この人これで活動してるんだ、私力になりたいなって思ってからのアイテムもらってるから。俺ケツ舐めてねえから。バカじゃないの。ケツ舐める必要なんかないんだ。俺アイテムなんて言ってないです。イケメンになってるかな？そうかな？シャワー浴びた後なんだけど。おはよう。アイテムは評価だって欲しいもんな。アイテムは評価だね。お金が欲しいんじゃなくて、多分ね、認められたいんだと思う。リスナーさんに。おはよう。新年会、はい、参加しますね。金梅さんの新年会だよね。参加しますね。いや、早いっつうか、寝る前っすね、今。寝る前です。会費高いだろうね。屋形船だからね。1万ぐらいじゃないの。いや、厳しいよ、本当に。まあ、君にしてるってことはね、ケツの穴舐めてんのとイコールだからね、俺からすると。なんかね、なんつうのかな、花火師さんのケツを舐める生き方って俺良くないと思ってて、なんていうのかな、それってもはや、花火師さん一人のケツ舐めるんだったら、もうそれって100人の前で話す意味がないと思ってるね。100人の前で。俺はそんなケツを舐めないと花火くれないね、人なんかいらない。まあ1、2万、1万ぐらいいくよな。まあでも、
その価値は俺はあると思ってるから、金梅さんとか、よっさんとか、ドレさんとか、エセアカとか、いろんな人と配信者で、ご飯を食べるとかお酒を飲むのに、1万2千円以上の価値があると思うから、そこは払っていいんじゃないかな。いや、俺はケツの穴舐められたくないから。そうじゃなくて気持ちだよね。やっぱ頑張ってねっていう気持ちが嬉しい。言葉もそうだけど、コメントでさっき面白かったよとか、頑張ってねとか、あの回良かったんだよとか、こうそういうのが嬉しいからやってるのであって、ウィミン、また頑張ろうって思って、また新しいネタ提供しようって思うじゃん。そう、ケツなんか舐めないよ。でも、そそみーすけがいるから安泰だとは俺は思ってないかな。彼女とか、そそとかみーすけが、あ、支援しなくて済んだ、支えてきてよかったなって思わせるのが俺の仕事だと思ってるから、あ、この人応援してて、支えててよかったな、もう安心だって思わせるもんだと思ってるね。ちょっと金きついもんでって断るのは生活保護の時ザラだったよ。だって食費600円だから普通にファミレスすら行けないんだもん。コーヒーすら飲めないんだもん。500円握りって冷や汗かきながら商談したりとかしてたよ、本当に。コラボの時とか本当に500円しかポケットになくてなんかザラにあったよ、俺。男だったら認められたい。あ、まあまあ、男だったらっつうか、配信好きだしね、やっぱね。この世界では認められたいよね。詐欺した金川。詐欺した金川。わかんないですね。詐欺した金川。もう意味がわかんないです。介抱の面倒は見ないの。見ないです。はい。詐欺した金川ってなんだろうな。花火師の言うなりだったらサラリーマン。花火師の言いなりになれるんだったらサラリーマンやってただろうね。固定給やっぱり羨ましいよね。毎日綱渡りだからな、本当に。今月1万円超えたの4日間だけですね。花火2発超えたの4日間だけだから。それ以外はもう2000円、3000円ですね。辛いっすね。エセアカはアイテムも閲覧も人気もない。いや、アイテムは稼いでるでしょ。30万とか40万稼いでるでしょ。まあ、花火師さん来ないと飯食えないよね、正直。アンチコメントってなんで日本語書けないやつ多いんだろうな。あ、教えてあげる。アンチコメントを書く人っていうのは、相手が嫌いだから書いてるとみんな思ってるじゃないですか。相手が嫌いになる理由は言ってる意味がわからないんですよ。この人はこういうことを言ってるっていう文章を読み解けない。だから自分でこういう人間だって決めつける。だから叩く。だから、人のことを正しく理解できる能力があったら嫌いになれないんですよ、普通の人って。その人が言ってることであったりとか、その人が何を表現しようとしてるのを受け取る気がある人、もしくは受け取る能力がある人っていうのは、なかなか嫌いになれない、何度も見たら。でも、何度聞いても、何回聞いても、僕の話を理解できない。理解できないから誤解を生む。誤解からズレが出てくる。ズレが出るから嫌いになる。嫌いだからアンチコメント書く。すごく、つながってるんですよ。結構、和道さんの放送で印象にすごく残ってる回いくつかあるな。ありがとうございます。綺麗事じゃ食ってけないのが配信者。僕、2年半食ってますね。生ポは1食600円ってことですか？いや、生ポは1食600円ではないです。エサか持ち直した。ああ、今チャンスだと思うね。エセアカチャンスだと僕は思いますね。はい、どうも。沼顔だ。はい、どうも、沼顔。あ、沼顔じゃなかった。セフィゾーさん。ホワイトカラーですか？ブルーカラーですか？なんで？ホワイトカラーですか？ブルーカラーですか？
ホワイトカラーです。あ、ホワイトカラーですか。よろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。あ、はい。こっちにも言いましたけど、沼って何すか。なんかニュースでちょっとちらっと聞いたことなんですけど、沼、インターネット用語沼ってあるでしょ。沼？沼はもともと、2チャンネルの人が知的障害者っていう風に、知的障害者のスレッドとかで、知的障害者、はいはいはい、知的障害者って書いてあるじゃん。だけど、はい、タイプ打つのめんどくさいから、あの人たち、略すでしょ、パソコン勢って。で、知障っていう言葉を使い始めたの。知的障害者のことを知障、知障って言い始めたのね。で、知障でスペース打って変、ガチャガチャうるさい。知障って言って、変換を打つと、池沼っていう風に変わったから、みんな池沼、池沼って言い始めたの。わかる？で、池沼が、さらに池沼って書くのもめんどくさくなって、沼って書き始めた。そこが今。略しまくったら、このニュース。そういうこと。変換ミスと略しまくった結果、沼ってなったの。うん、だからね、金馬さんとかいろんな人たちが、こいつ池沼だと。そう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 。ああ、そういうことね。沼の前は池沼で、池沼の前が地匠で、地匠の前の正しい日本語は知的障害者。つまり沼っていうのは知的障害者のことを指します。はい、略しすぎて。そう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 。そうそう。ネットスラングってやつね。あ、ヌマップってそういうことない。そう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 、つまり知的障害者のスマップっていうギャグの。あ、障害者だな。そう。ひどいな。うん。しかも作ったの、あれ、野田でしょ。え、野田総理でしょ。いやいや、作ったのはみどりさんだよ。あ、みどりさんだ。そうそうそう。いや、最近どうなんですか。最近どう、どうってどういうこと。な、具体的に言うと。いやいや、何事もない日なんかないよ、俺には。何事もない日なんか一日もなかったよ、33年間。毎日楽しい。楽しい。おー、いやー、難しいな。和田さん、でも性生活とかってどうなの。オナに一日毎日欠かしたことがないぐらい頑張ってますよ。女が欲しいとかないわ。いや、のりこがいるから。ああ、そうかそうか。うん。別の女がいいな、みたいな。いや、あんまりないかな。飛べた新地行ってるんで、僕ちょっと。へえ。めちゃくちゃ、まあ、全員整形があるけど、めっちゃいい女。まあ、食いたくなるでしょ、たまには。いや、正直言うとね、女の人から告白未だに毎月毎月されるんだけど、あんまり興味がないんですよ、僕。なんていうのかな。好奇心が湧かない。そうなんですか。いや、それはさ、若い頃はさ、その風俗行ったりとかさ、したけど、ぶっちゃけた話さ、もう、なんだろう。女の人買う必要もないし、なんだろう、彼女がいなくなってもすぐできるの分かってるから、関心が湧かないんだよね、うん、そこに。あ、俺は持ってるからみたいな。だよね。なるほど。うん。配信やのおかげでってことですか。まあまあまあ、それもあるし、別に働いてる頃とかも持てなかったことないよ。まあ別に、なんだろう。まあうん、まあ、ブサイ、なんですか、花と寄り目以外は普通ですもんね。誰が？和田さん。あ、そうかな。あ、でも生で会うとめちゃくちゃかっこいいって言われるね。花がちょっとやばいのと、あ、寄り目がちょっとなんか変わってるぐらいは、まあ、そう、顔立ちはまあいいんじゃないか。うん。まあ、花がちょっとなんか、まあ、ミュウツーのちょっとマシぐらいみたいな。そう。なんかな。鼻めちゃめちゃ高いかんね、俺。そうそう。鼻なんか高いから、なんかでかい。うん。いや、でもね、でかくはないと思うよ。
いや、ちょちょちょ。ああ、さ、高いんだよ。異常に高さがあるの、これ。高いの、それ。高いっていうのか、ちょっと、そう。画面越しだと。すごい、なんか、そうそう、表面から見るとあれだけど、別に鼻はでかくはないよ。高いんだよ。高さがあるの、角度が。正面から見てるから分かんない。うん。いや、俺もね、配信ちょっと頑張り、有名、ワトさんみたいに。だって、中堅ぐらいでしょ、ワトさん。そうじゃん。中堅どころじゃん、俺は。そうそうそう。だから、二つ位置よく分かってるじゃないですか。大手ではないけど、かといっても、まあ、うん、まあ、傘でもないし。うん。まあ、中堅っていう、言っても、まあ、ワト、まあ、これも、まあ、石川さんもしてるじゃん。え、あのワトがみたいな。うん、うん、うん。って話はないじゃないですか。話題にしたら。うん。うん。でも俺もそういうなんか配信者としてなんか、成功、まあ、荒野とかすごいなんかいいなとか思って、まあ、自分死んじゃったんですよ。死んだね、荒野は。まあ、めっちゃ悲しかったよね、うん、まあ、死んだ時は本当。てか、俺も未だにあれ、都市伝説かと思ってるけど、本当に死んじゃったんかな、みたいな。いや、本当に死んだよ。悲しいよ、荒野は。最初普通に、あいつら普通ネタにするじゃないですか、金梅とか深夜ちょって。うん。みんな死んだネタみたいな。まあ、どうせ嘘だろうな、みたいな、って思ったんですよ、最初。うん、普通通りの、あれだろ、みたいな。普通に平気で嘘つくじゃないですか、うん、彼は。うん。死んじゃって悲しいなって。でも彼は配信しなかったら多分、今も生きてましたよね、きっと。いや、どうなんだろう。生きてたって、普通に生きてたかもしんないけど、生きてる実感はなかったかもよ。あー、難しいな、それは。逆に死んだ方が幸せだったっていう意味もあるかもしれない。俺もそれに気持ちはわかるよね。なんだろうね。難しい。でも、荒野はなんか、でも最後なんかめっちゃかそってたような気がするんですよ、俺。ちょっと見た、死ぬちょっと前に枠見たことあるんですよ。ああ、そうだよ。トム池みたいな状態だったよ。10人とか20人とかだったよ。絶対かそってて、相手も全然飛んでなくて。そうだよ。だからトム池みたいな状態。トム池もなんか最、トム池僕なんか噂で聞いたんですけど、めっちゃひどいらしいですね、あいつ。なんか和道さんどころじゃないぐらいひどいみたいですね、あいつ。あ、俺どころじゃないっつうか、俺別に配信外で変なことやったことないもん。いや、あいつめちゃくちゃやばいみたいですよ。いや、やばいでしょ。ただ、アイテム、パフェ投げないとコメント禁止みたいな。ああ。まあ、まるまるさんって俺に一回も花火投げたことないよね、みたいな。めっちゃひどいらしいっすよ。それでなんか満喫はなんか叩いてたみたいな。お前やばすぎだろ、みたいな。人間として。うん。あとなんかいろいろなんかやばいみたいですけどね。まあ、やばいだろうね。むしろ、いや、っていうよりも、トム池を見て、まともだと誰も思ってないでしょ。普通にトム池を見たらやばいと思うでしょ。うん。まあ、多分一生結婚もできないだろうし、まあ、家庭も持つことも無理でしょうね。うん。カーボサイドでしたけど。うん。あれ、あの子、なんでそんなに面白いかって俺思うんですけど。誰よ。トム池さん。一回も見て面白いって思ったことないですよ。俺は面白いと思うけどね。面白いですか、あれ。うん。何が面白いの。いや、まあ、面白いのがわからない人に面白いことを説明しても意味ないよ。ワロさんとかならまだわかるんですよ。わかりやすいからね。何が？トム池だって分かりにくいですよ。ああ、まあ、無理だろうな。うん、なんか特に別になんか特徴がないっていうか、なんかちょっと変わった喋り方してるぐらいだな。ああ、まあそこじゃないんだよな、トム・ソーヤ池上の面白さは。シュールなんだよ。シュールが分かんないと、あの人は面白くないだろうな。なんかもともとそういう個性を、むき出しで配信をしてるっていうだけであって、トム池が何がしたいっていうか、トム池自身がよくわからない。じゃあ、ワンさんとかだったら監督やったり、いろいろやったりしてくると。他にもあると思う。あれ、手のひらにタトゥー入れたって本当なの？ああ、戦いって文字が入ってますよ。めっちゃ高かったですね。戦いって書いたの？タトゥーで。そうそうそう、あ、文字ね。なんで戦いって、え？あ、なんかテンポが噛み合わねえな、なんかすげえ、なんか人の話聞かない人でしょ、あなた。え、まあ聞いてます。あ、ごめんごめん、今ちょっと飯食ってたんでごめんなさい。うん、いや違う、なんかね、毎回なんだけどね、
なんかテンポが噛み合わないんだよね。お互いアスピだから勘弁してくださいよ。いやいやいや、俺人の話はちゃんとできるもん。俺も聞いてます。ごめんなさい。ちょっとあの滑舌とかそういろいろあるんで、ちょっと。いや、違う。間が悪い。間が悪い。まあ、そらちょっと、理解してくださいよ。うん、お願い。あの一生懸命努力はしてるんで。なんで戦いっていう字をタトゥーを彫ったの、手のひらに。いや、俺、ちょっと気が弱くて臆病で、まあ、ビビリーで、ムツキだから。うん、え、ムツキ？打ち気。なんで戦いって彫るの、手のひらにタトゥーを。あのね、進撃の巨人知ってますか？はい、はい、わかりますよ。戦わなければ勝てないって言葉知ってます？戦わなければ勝てない？戦いって、まず勝負すらしないと、勝つとか負けるとかってないじゃないですか。バトルをしないと。うん、その土俵ですら立ててないから、うん、俺もなんかその戦いって文字、その、やられたらやり返してるタイプのことじゃなかったんですよ。うん、で、まぁ、あ、ちょっとビビりで臆病だったから、まあ、戦いって文字入れたら、ちょっと勇気が増したみたいな。自信がついたって感じ。戦うから負けるんじゃないの？いや、戦わなければ、勝負にすらなく、なんだろう、戦わなければ絶対に勝てないじゃん、相手に。なんで勝ちたいの？だったら勝つって入れる。だったら勝つって入れない、普通。いや、だから、だから、なんだろう、だから、なんだろう、挑戦？だったら挑戦、いや、だったら挑戦って書けばいいじゃん。いや、戦うって漢字の一文字を入れてるぞ、ひのひらに。戦うって、だって、現象を指す言葉であって、願望を指す言葉で。いろんな挑戦とかチャレンジとか、なんかやられたとか、だから、これ結構ね、これ、文字入れたら結構勇気湧いたんですよ。バカだな。バカだな。いや、マジで、普通に喧嘩とか、あの、ジャックナイフ言うたら家になんか、あの、バット持って襲撃に行ったりとか。いや、だから、それって戦ってるんじゃなくて、ま、なんつうんだろう。お前、それで、それがかっこいいと思ってるお前がすげえダサいんだけど、ジャックナイフユウトさんにね、喧嘩を売る俺かっこいいって、そんな社会じゃ通用しないよ。そんなの喧嘩売ったんじゃなくて、売られたから買いに行ったんですよ。なんで俺のそのさ、そのそういうリスナーが俺の放送をた楽しいと思うのかが全く理解できないんだけど、俺の放送見てて面白くないでしょ。面白い、いや、なんだろう、なんか癖になるよね。タバコと一緒。面白いよ、結構。あとね、BGM。多分ね、はい、俺のね、放送のね、楽しみ方、違うところで楽しんでるそうだなって思うね。なんか、楽しみ方間違えてる気がする。例えば、どういうところが面白いと思うの？いや、いろいろなんかその、なんだろう、障害のこと詳しかったり、まあ、世間とか、なんか、ネタのこととか、いろんな、まあ、なんか、知識、ネット知識すごいじゃん、加藤さん。俺、ネットで知識なんか得てないけど。俺、ネットの知識すげえバカにしてるレベルなんだけど。じゃあ、なんでそれ詳しいんですか？いや、本読んだり、経験したこと喋ってるだけだけど。じゃあ、その知識あるから面白いんですよ、いろんな話が。いや、だから、ネットの知識なんかないって、俺。ね、すみません、ネットじゃなくて、そういう本とかの、そういう知識があるから面白いなって思ったんです。うん。あと、バドさんのね、配信で静かなんですよ。俺、静かなの結構好きなんで。ああ、まあ、ロートーンだね。ハイトーン嫌いだね。あの基本的にクラブとかさ、キャバクラとか、うん、うるさいとこめっちゃ嫌いなんですよ。ガヤガヤしてるとこ。わかるわかる。多分、聴覚過敏なんだよ。そう。うん、ハロウィンとかめっちゃ嫌いで、ハロウィンそのものはまあいいと思うんですけど、要するにうるさいのが嫌いなんですよ、ワークとか。めっちゃ俺もそうだからわかるけど、俺もそうだからわかるから言うけど、お前うるさいよ。いや、だから静かな枠でかつ面白い話をする和道さんの、なんかそういう、なんていう、最新スタイルが結構好きなの。逆にドレさんとかの枠も結構好きなんですよ。うん。よっさんの枠とかあんま実は見ないんですよ。ああ。うるさ、めっちゃうるさいから、あいつ。うん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 。あの、金梅さんの枠もあんま見ないですよ。ほー。金梅さん、あの、BGM とかも、声もちょっとうるさいじゃないですか。なんか、音楽も。うん。なんだろうなぁ。セフィーの声ってなんか、セフィーの声じゃなくてね、
喋るトーンがね、頭にガン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 響いて不快なんだよな、すげえ。あ、僕、精神障害 2級なんで、ごめんなさいね。ああ。いや、精神障害でも別にそうならないんだけど、なんかね、俺ね、会話のテンポ、人の話をしっかり聞いて理解して返す人が好きなのね。要は、いや、もうこのテンポがダメなんだよ。このテンポがダメで、要は考えてないで喋ってるって、喋りたいことを喋るタイプなのがよくわかるから、会話した方がいいよ、セフィーはもっと。逆に僕から言わせます。でも、いろいろ深く考えすぎなんですよ。和藤さん、逆に。コリコはバカに 99% 勝てないって、俺、ホリエモンの本を見たことがあるんですけど、コリコすぎて、考えすぎて、行動に移せなさすぎ、俺は逆にバカだから行動に移す。和藤さんは考えすぎて行動に移せない。俺、めちゃくちゃ行動力あるけど。本当っすか？うん。だから、バカの方が実は強いんですよ、人生って。いや、あのね、違う。堀江さんが言ってるそのバカ論の意味を理解してない。本当のバカなんだよ、お前は。本当は堀江さんは頭が良くて行動できない人にバカになれよっていう話をしてる。だから、バカが正解だっていう話をしてるわけじゃないのよ。行動力あるけど結果出ないって書いてるじゃないですか。何行動力あるけど結果が出ない。行動力イコール振り込み詐欺って感じでしょ、ほら。いや、お前より結果出てると思うけどな、俺は。どういう？まあいいけど、別に。まあまあ、いや、だからそれが理解できないバカなんだって。うん、僕はですか？いや、そうでしょ。え、わざわざ自分のこと賢いと思ってるんですか？いや、俺は思ってないよ。俺はバカだよ。全然。俺バカって言われて嬉しいですよ。俺バカって言われるのは褒め言葉だと思ってるんで。逆に賢いって言われる方が僕嫌ですね。バカは強いんですよ。え？何の話してんの？だから、なんていうか、バカの方が面白い人生を面白い楽しく俺は生きれるんじゃないのかなって言いたいんですよ、ね。要するに。まあまあ、楽しそうだなとは思うけどね。うん。うん。さん、楽しいですか？俺、毎月。いや、俺、全然楽しくないね。月2回はめっちゃ、アスカキララ並みの女抱いてますよ。金払ってるけど。金払ってるけどね。いいんじゃない？いや、そういう女遊びとかしたくないですか？誰でも抱ける女抱いて楽しい？いや、でも結構、割高だから誰でも抱けるってわけではないんですけど。あとね、ストレス解消ならセックスはやっぱり、セックスほど、なんだろう、幸福が満たされる瞬間ない。ああ。行った瞬間が一番人生で幸せ。もう行った瞬間そこを死んでもいいと思ってます。軽。いや、面白いでしょ。だからめちゃくちゃいいの大体、大体知って一瞬もそのままそのままポクリってもいいからね、みたいな。ああ、いや、だから、いや、羨ましいわ、ほんと。セックスごときの快楽で満たされるんだ。そうですよ。だからバカは、いや、羨ましい、羨ましい。なんか結構楽しく生きてますよ。いや、羨ましいわ。俺の和道さんにフォトしたのは、俺も和道さんみたいな素晴らしい配信者になりたいですよ。俺結構ね、根が真面目で、こう見て根がめっちゃ真面目なんですよ。ほう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 。ネットではこういうことしてますけど、よっさんに手紙送ったりとかね。ミュウツーになんかエロ本送ったりとか、まあいろいろ知るんですけど。うん。まあブロックされましたけど、ミュウツーには。うん。うん。で、和道さんみたいな、配信者、まあ、みんなにチヤホヤされる。まあ、要するに配信人気者になりたいんですよね、ネットで。俺人気者になりたくてやってるわけじゃないもん。いや、俺お金よりも多分人気になりたいんですよ。違う、そんな、お前の話なんかどうでもいいよ。どうでもいいですか？で、だって俺人気者になりたいとか
こうやってるわけじゃないもん、別に。何のために自己実現。自己実現？うん。満たされたいってことでしょ、だから。え？何？満たされたいってことでしょ？自分の自己実現の欲求を満たしたいね。でしょ？だからそれ、うん、みんなに認められたとか、そういう意味なんじゃないの？いや、承認欲求じゃない。違う。あくまで自分自身のこと。自己実現欲求があるからやってるんだっていうこと。はい、だから俺もどうしたらそんな和道さんみたいになれるのかなと思って俺は。だから、だから、違う。お前が言ってるのって人を増やしたいとかチヤホヤされたいって俺みたいになりたいって俺の本質見てないじゃんって。俺別にチヤホヤされたくてやってるわけじゃないからって言ってんじゃん、はいはい、うん、いや別に誰だっていいんだよ。俺になりたいわけじゃない、俺みたいになりたいって言ってるんじゃなくて、数が多ければ何でもいいって言ってるのと一緒だから。あ、まあまあそういうことです。まあいろんなジャンルもね。でしょ、そうそうそう、はいはいはい、そう、うん、僕はその根がすごい真面目なんで、なんか新やつとかみたいな金梅さんみたいなクズにはなりきれないんですよ。いや俺クズだけど。え、うん、だからそれはなんかなんだろう、失うものがなんかない人の行動がまだ俺にはできてないなっていう。言ってる意味わかります？わかんない。わかんない、うん、ちなみに僕はあの高卒なんで、一応和道さんの頭、うん、いいですよ。いやだから俺は自分のことバカだと思ってるよって言ってんの。和道さん、和道さん、小卒中卒？うん、中卒。中卒？なんで高校行かなかったんですか？高校行ったよ、一回。行ったんすか？うん。なんで？なんで？あのね、あの、推薦入学の願書を先生が出してくれて、で、はいはいはい、出したっていうことを家にわざわざ夜中に来てくれて、で、はい、あの、人生がかかってることだから、騙されたと思って行ってみてほしいって言われたのね、先生に。はいはい、あの、行かないっていう選択肢をすると、はい、あの、すごく人生に関わることだから、で行ってダメだったらやめていいって、ただ先生信じて行ってもらいたいって言って、でそこまでその学校の先生で親身になってくれた人がいなかったから、俺の人生で、あ、先生が言うならそう言うなら行ってみるわって言って、あの、推薦入学でテストを受けたら受かったので、じゃあ通ってみようと思ったけど、通ったけどやっぱ思った通りだったのね、中3の時に考えた通りで、でやめた。どう違ったんですか？どう感じました？いや、どう違ったんじゃなくて、考えた通りだったからやめたの。どういうふうに考えたの？いや、だから、意味ねえな。だサラリーマンやる気なんかそもそもなかったんだって。それは高校生活が楽しいとか、そういう嫌な思い出があったとか、そういうわけじゃなくて、単にサラリーマンになってなかったから、行かなかったってこと？そう。いじめられたとか、そんなじゃなくて。全然。うん、うん、うん。むしろバイク。後悔はしないですか？全くない。ああ、いや、俺はなんかできたら大学まで行きたかったんですよね。実はね。おう。高卒は、なんていうかな、高卒中卒っていうのは、なんかその、学校行くのにビビったらなんか負け組人間だという考え方がちょっとあるんですよ。だからなんかその、高卒中卒の人たちって沼多いでしょ？うん、まあそうだね。大卒は沼あんまいないじゃないですか。ん？大卒の沼ってあんまいないじゃないですか。いや、いっぱいいるよ。いないよ。大学まで行ってんだから。上がらせてって言うけど、申請出さないと上がれないから、何言ってんのこの人。67号さん。あの、申請飛ばさないと上げる上げないもん。俺が上げてないみたいなのやめてよ。いや、でも、あの、ネットの人たち、ビビる多いから多分、上がんないですよ。違う、なんか、上げてくださいって言ってる、上がらせてって言ってるけど、申請飛ばしてないのに上がれるもクソもないでしょっていう。うん。多分、申請の仕方が多分分かってないだけなんじゃない？うん。言うのが、まあ、そういう人言いますか。で、今後はなんか、あの、お仕事をしようとか思わないですか、和田さん。てか、和田さんなんか急に言った。何？もう何？か、あのさ、質問をするのは一個を、あの、的確に言おうよ。何言ってるか分かんないんだって。
要するに、和藤さんに、わかりやすいように、こと細かく説明して、した方がいいってこと？違う。一つの質問を しっかりとしようって一言で済むからって言ったら、こと細かに説明するべきですかって、お前、人の話聞いてないんだって。でも、78号さん、理解分かるだろって書いてるじゃないですか。今の話し合いで。だ要するに、和藤さんは、人のなんか言葉のキャッチボールがなんとか俺、全然要してないから、要するにって、要約って意味だよ。要してないんだよ。違う。それは、単に和藤さんの理解能力が人一倍低いから、俺の言ってる話が分かりにくいだけ。いやー、全然分かんない。じゃあ、何分間喋った ?20 分間喋って、セフィーのことね、はいはい、みんなに聞いてみようか。何が覚えてる会話で。お前が高卒だっていうことしか残ってないよ、多分。今の、こんだけ会話したのに、お前が高卒以外の情報、多分出てこないと思うよ。あ、じゃあ、リスナーさん、ちょっと答えてもらっていいですか？どんな会話したよ。ほとんど頭に入ってない。何言ってるか分かんないんだって。じゃあ、それ、リスナーさんにちょっと聞いて、見てください。いや、俺に言ってるんじゃないですよね。リスナーに言ってんすよね、それ。そう、お前に言ってんだよ。あ、俺に言ってんの、今。うん。いや、それは、ワドさんの配信のスタイルとか、まあ、あとはなんか、高卒とか、中卒とか、あと仕事の話とか、あと、よっさんの手紙とか、まあ、いろいろ話、あとなんか、その仕事はどうとかっていう話を、まあ、いろんな話と仕事の話なんかしてないけど、俺。仕事は今後しないんですかみたいな話さっき来たでしょ。いや、されてないけど、俺。いや、だから独立とかしないんですかじゃあ。っていう話を言ったら、その後なんか話をなんとかってお父さん言ったじゃないですか。いや、独立って、俺独立って個人事業主とか社長とか全然やってるけど。そう。なんか監督はなんかやってるんですよ、確かに。うん。あ、そうですか。ちなみに、和藤さんってね、配信を始めたきっかけって何なんですか？何も持ってない状態で、ファンビジネスがやりたかったのね。で、はいはいはい、その手段がいくつかある中で、一番自分から距離が遠いものを選択した。ああ、ちょっと気持ちはわかるかな。俺もなんかその、いいですか、話して。どうぞ。食べていいですか？はい。何者かになりたいっていうのがある。肩書きがいっぱい欲しい。ちょっと待って。俺も何者かになりたいって。俺そんな話今、一言も言ってないんだけど。ほら、だからその、なんかホラーじゃなくて、今俺が答えて、ね。俺もそうなんですよ。俺も何者かになりたかったんですよって。俺そんなこと言ってないから、まず。なんか、2チャンネルのひろゆきみたいに、根底がひっくり返してなんか言う、話すんや。違う、お前だから、その言葉を間違えて使ってんの、お前だから。いや、はっきりはしようですか。どっちも沼だから、ちょっと会話がちょっと難しいんですよ。いや、多分ね、バイブレーションが合わないんだと思うよ、結局。違う。人のせいだけにしちゃダメだと、ワトさん。いや、人のせいになんかしてなくて、バイブレーションが合わないっていうのを人のせいにしたっていうのがおかしいんだって。波長が合わないよって言ったら、なんで人のせいにするんですかって、もう何言ってるかわかんないから。いや、じゃあ、波長は多分合ってるから。合ってますよ。合ってないでしょ、全然。全く噛み合ってないんだって。いや、噛み合ってるでしょ、僕はどうさ。いや、噛み合ってないよ。噛み合ってますよ。確定申告はしたんですか？話変わるけど。確定申告はこれからだよ。まだだよ。2月からだよ。いくらぐらいなんですか？いくらぐらいだろうね。納税したことあります？あるよ。年金は？払ってない。払ってないの？うん。なんで？なんで？金がないから。
金がないから払わないの。保険は？払ってない。欲しい保険証。病院はどうするんですか？だ、行ってないよ。え、なんか前、あれ骨折したってなかったの？前なんか。あれは？は？骨折したって言ったでしょ、なんか、練習で、なんか、骨がなんか、あばらがなんとか、うわーみたいな。もうやめんね。なんか、ステゴの練習で、まあ、始めかどっかわかんないけど、なんか殴られて。いや、だから、ほったらかしたよ。あれは、台本だったんですか？本当に折れたの？台本って何？骨が折れる台本って何すか？いや、あばらが折れてるって絶対嘘だろ、あんなもん。誰が信じるんだよ、あんな。ちょっとなんか、多分打撲的なもんが、打撲でちょっと痛いってだけだって、折れてるって嘘だったでしょ、ぶっちゃけ。打撲でちょっと痛かったって、打撲でちょっと痛いのはそれはわかりますよ、殴られてね。でも、骨が折れてるって絶対嘘だろ。痛いの、いや、確か殴られて痛いですよ。痛いわ、みたいなってなるよ。でも、あばらが折れたっていうのは嘘だって。あばらが折れてほっといたら治ったって。それを、ちょっと嘘にも程があるよ、それは。むちゃくちゃ。でしょ、それ。それを台本、それを台本っていうの？いや、だからその台本なんじゃないのかなとは思ってる、それ。でもね、なんかその、でしょ？そう思いません、アドさん。うん、ごめん、何言ってるかだから分かんないんだって、お前が。結局、アドさん、最後どうしたの？何がしたいんですか？最初、ちょっと、リップクリーム取ってくるね。ちょっと待って。はい。じゃあ、アスペ同士だから会話は噛み合わないよ。アスペ同士だから。どっちもアスペだからよ。死ぬまでにやりたいこと？はい、そうです。はい、今やってること。一生配信者でいいんですか？はい。本当に？うん。それでいいわけ？それがいい。結婚は？いや、結婚なんかしないよ。子供は？いや、あ、子供いらないね。うん。子供欲しいの？うん、一人は欲しいかな。うん。今後、税金がいっぱいばっかり上がるから、一人が限界かな。芋いっぱい上がる？税金。農家？税金？消費税とかいろいろ税があるでしょ？消費税が上がるから子供欲しいんだ。いや、だからそんなにはいらないってこと。一人が限界ってこと。え、子供欲しい理由を聞いたんだけど、その答えが消費税上がるからだったんだけど、全然意味わかんないんだけど。話が聞き間違えた。子供がいっぱい欲しいで聞こえた。子供がいっぱい欲しい。子供が欲しいって言ったのはお前だけど。いや、この話はまとめますね。俺がね。子供が欲しいって。話をまとめてるのは俺なんだけど。いや、俺だから。いや、言いますね。もしはい。はい。そうだ。だから、子供は一人いいですってこと言いたかった、要するに。あ、うん、一人欲しい理由は？なんだろう、自分の子孫残したいから。おー。いや、その子孫に、例えば子供がいっぱいいます。3人、4人います。でもその4人のお金をかけたりとか、いっぱい、まあ、教育とかね。お金、まあ、いろいろ時間も
かかるわけ、下げるわけじゃないですか。時間を避ける、さ、時間を使うじゃないですか。でもそれだったら一人の人間にお金をいっぱい使って、教育も完璧、めちゃくちゃ完璧にした方がいいかなと思う。一人にめっちゃ時間を使って、一人に教育使ってとか、一人のお金を使ってとか、3人4人だと、まあそれもいいと思うんですけど、それだったら今の日本だと、その金がかかりすぎてちょっときつい。うん。だから子供をたくさん産める人間っていうのは金持ちが無理。ぶっちゃけ。うん。だから一番いい方法は、例えば子供を産みます。うん、2歳から18歳まで施設にぶち込みます。児童養護施設に、うん。その2歳から18歳までの間に貯金したお金を、18歳になって施設を出た子供に全額渡すっていう感じ。うん、で施設だったら、まあ、お金かかんないでしょ、まあ、支払いばっかりればですね、うん。だから2歳から18歳までにかかる養育費の、食費代とか教育費のお金を貯めたお金を、18歳で卒業してから渡すっていう感じ。ああ、そうなんだ。そうそうそう。で、そのお金を、まあ、整形代に使わせたりとか。いや、俺の親もそうだったもん。整形してんの？俺？いや、俺は、あ、俺、二重してます、二重。なんで整形すんの？いや、なんか俺も別に、なんか、かっこよくなりたいってわけじゃなかったんですけど、要するに目がちょっとあんま開いてなくて、視界が狭かったんですよ。いや、俺も目開いてないし、寄ってるから、さらに視界狭いよ、俺。和道さんよりまぶたが下だったんですよ。ああ。視界が狭かったから、切開をして、目をパッと上げたんですよ。まあ、他は別に何もしないですけど、だからそれだけ。だからその、視界を広げるためだけに整形した。はぁ。いや、マジ。だから、まぶたがちょっと下に下がってる人間いるじゃないですか。あんま開いて、目が細い人とか。視界がめっちゃ狭かったから、それを広くするために整形したんですよ。ほー。保険は引かなかったんですよ、別に。別になんか病気のわけじゃなかったから。病気とかじゃないんだよ。うん、単に視界が狭いだけって。うん。なるほど。じゃあ子供にも整形代を渡したいんだ。まあまあ、だいたい100万ぐらいは出したけど、まあ、だって顔がいいか悪いかだけで、まあ、障害収入5倍違うって言いますか。例えば、ブサイクは障害収入1億としたら、イケメンは障害収入5億って言いますか？マジで。うん。だから、ブサイクって金持ってない人多いでしょ？うん。イケメンと比べるとね。例えば、イケメンが月収100万、200万としたら、ブサイクは月収5万、10万とかじゃないですか。本物数やとか。うん。そうじゃないですか。中西万とかね。うん。でも、ブサイクでもお金持ってる人っていうのはめちゃくちゃ勉強した人とか、努力した人とか。でもイケメンは別に対して勉強とか努力しなくても顔でなんとか通じるから。俺そういうのばっか見てきた。顔はある人生で、マジで。変わったなんか整形して、人生。俺？収入5倍になった？収入、なんだろう、でも視野が広くなったっていう感じかな。あ、ちょっと面白かった今のは。超面白かったな今の。振りが効いてたな。あ、整形したら収入も変わらないし女にもモテないけど視界が広くなったんだ。おー、なるほど。あ、面白いな。ちょっと収入はぶっちゃけね、変わってないですね。ただ女にはちょっとモテるようになった、それは事実。ただ収入は別に変わってない。だってなんだろう、顔が関係する仕事とかあんましないから、収入はあんまり変わってないから。でもホストクラブとか、そういうのだったらまあ、あるかもしれないけど、まあ、顔にね、営業とかさ。でもよく言えば、もっと、あとなんだろう、200万ぐらい使ってやりたいんですよね、整形。でも今ちょっと仕事があるから。うん、まあちょっとや休みないっていうか。うん。で、和田さんみたいにかっこよくなりたいって。和田さんなんか、1ヶ月前より、なんかめっちゃハゲましたね。ああ、ハゲたね。1ヶ月前もっとあったでしょ、髪の毛。なんか、てか、1ヶ月でそんなハゲるか。いや、最近ひどいよ。もう、また血便で始めてるし、疲れ抜けないし、やばいね。もちろんあったよね。もう、うん、そこまでハゲてたからみたいな、ちょっと最初、俺1ヶ月間ちょっとチンチン出してバーになったんですけど、
ここまでひどくなかったと思うんだけど。うんうんうん。でしょ？うん。どんな仕事ってホワイトワーカーで、ホワイトカラーです。あ、僕あのね、加工関係の仕事しますよ。加工関係？加工。加工って何？加工。加工？あれだ、製造関係の仕事します。お前、ブルーカラーじゃねえかよ。なんでホワイトカラーって嘘ついたの？いや、ちょっとごめんなさい。思いっきりブルーカラーじゃん。いや、やめてくださいよ、ちょっと。そこ攻めないでよ。なんで見え張ったの？いや、ごめんなさい。だから言ったじゃん。だから俺、ブルーカラー嫌いなんだよ。ブルーカラーのやつ、話は、だからか。ホワイトなわけないもん。いや、ホワイトなってやって。FX も知るでしょ、俺。いやいや、ブルーカラーじゃん。ホワイトだって、俺。めちゃくちゃ。いやー、ブルカワから、あー、なんか思い出した、アルバイト、工場で働いてるとき、居心地の悪さと似てる。違う。フリーターじゃねえし、そもそも。いや、フリーターじゃねえし、そもそも。思い出したわ。フリーターじゃねえし。で、どうして、家族はどうしてるんですか？知らない。知らない？なんで知らない？なんで？知らないから知らない。連絡ぐらい取ってるでしょ？いや、取ってないよ。どうして？なんで取るの？逆に。なんか悪いんですか？あんま良くないかな。何？虐待とか？ああ、虐待されてたね。なんで？いや、理由は相手に聞いてよ。されてる方は知らないよ。痛かったさ。痛かったね。父親、母親か。母親の虐待きついな、それは。いや、特に頭を殴られる人って、あの、なんかさ、将来性に響くって聞きますけどね。あ、そうなんだ。そう。だ体を殴られるのはまだマシなんですよ。でも頭を叩かれるとか叩かれる人っていうのは脳に傷がつくみたいですよ。叩かれまくると。脳細胞が良くないとかみたいな。血流がよく知らんけど。叩かれ続けていればね。うん。それも頭を叩かれまくってたから、こういう風になっちゃったんですよ。うん。いや、それ頭叩かれて、脳にダメージがなんか、脳みそにダメージあるかないかって、それはあるでしょ。うん。てか、頭が叩かれれば叩かれる人間ほど、バカになるっていうのはなんか脳科学で聞いた。ああ、すごいね。そうなんだね。うん。はい。すごいね。本当に。まあ今の別に、なんだろう、脳科学が言ってたわけじゃないんですけど、大学とか行かないんですか、和田さん。あー、大学か。40ぐらいになってね、なんか収入とか生活にゆとりがあったら受験とかしてみたいかな。高校は特になんか行きたいとは思わないけど。あ、大検取ればいいじゃん。大検。もう大検取らないと大学行けないからね。うん。うん。なんか IT 関係で就職したら？いやー、別に IT には関心ないかな、俺は。今だってなんか昔いましたよ、俺同級生。俺は IT 行くから、IT 行くから、みたいな。IT 関係、IT 関係みたいな。その人は IT 行きたかったんだろうね。うん。人生の勝ち組っていうのは、うん。物心ついた瞬間に青酸カリ飲んで死ぬことが一番の勝ち組だと俺思ってて。あー、そうなんだね。うん。なんかその、長生きしてもなんかその、長生きすればいいってわけではないと思ってる。で、10年後の未来できてます。え？ 10 年後未来でできてる？予想図。10年後の自分の未来は出来上がってますか？こうなりたいっていう。あ、まあ、漠然とにはあるけど、
あれ延長ができないのはなんでだろう。またバグ？しまってね、延長バグだ。バグ多すぎるだろう、いくらなんでも。10年後、漠然と、いや、iPad、iPod だね。スマホ買えないからさ。スマホあげましょうか。スマホ欲しいね。あ、なんか余ってる。あ、俺、スマホ1個余ってるんですよ。1台、2台持ってて、そのうち1台も解約してるから。あ、延長来た。昔俺、和田さんにお菓子送ったの覚えてます？あれ、捨てた。受け取らないで。なんで捨てたんすか？いや、怖いじゃん。だって、お前、あの、カキピーだろ？あれ、延長できねえな。捨てたよ。な、だから、ほら、枠で紹介しなかったじゃん。したっけな。速攻捨てたよ。ゴミ箱に、あの、すぐ捨てて、食べなかったよ。なんでなんでって怖いもんだって。別になんか、見返、なんですよ。いや、なん怖いじゃん。いや、送ってくださいって言ったが送ったのによ。いや、俺送ってくださいなんか言ってないよ。いらないよ、お前からなんてって言ったのに。お前が無理、あ、やっぱ延長できないわ。次枠だな、これ。一回枠取り直して。うん。捨てた捨てた。ひどくないですか？で、何がひどいの？いらないって言ったん送った。え？かき火以外なんか入ったでしょ？かき火だけ。いや、だから知らないよ。袋ごと捨てたもん。袋ごと捨てたんであれば中身一回開けてるだろ。何言ってんだよ。いや、だから開けて、興味ないから全部まとめてぶっこんでポイだよ。ボーンだよ。なんで食わなかったの？え？切手代もお金も結構かかったんですよ。知らない、俺に入ってくる感じじゃないもん。いや、もったいないよ。和田さん、お腹空いたって言ったから、俺、お菓子、なんかおつまみなんか送ったのにさ。いや、なんでそのひどいことしちゃうんすか？しちゃうわけ。ひどいことっつうか、俺からしたら恐怖でしかないから、セフィーから。だから、セフィーから俺、花火以外もらいたくない。いや、花火昔あげたでしょ。え？昔の話？ああ、はい。あ、朝でも感謝したいんでしたね。ないね、別に。言ってましたもんね。俺はなんか、これしかないんだって。リスナーに感謝なんてないって。うん。言ってましたもん。ないよ。はい。うん。まあ、ぶっちゃけだって1日花火最低でも30発ぐらい飛ばないとダメっすもん。いや、20発あったら1万円になるから。20発上がったのは4日間だけだったね、今月は。いや、あのね、30発はダメ。あの、税金の分もあるから。税金の分？税金の支払いもあるから、最低30発飛んで、やっと平均のちょい下ぐらいの生活できるんじゃないのかなと思います。はい、こんばんは。沼が増えた。もしもし。はい、はい、こんばんは。どうも、はじめまして。はい。てか、読み上げがうるさい。読み上げなんて誰もなってないと思うんですけど。読み上げってなんで、どうやって聞くんだろう。俺、一回枠取り直していい？延長できないから。ああ、じゃあ僕、今日はもう、また上がりますよ。ちょっと今日はやめときます。いや、もういいよ、お前上がってこなくて。いや、今日はしない。今日はやめます。いや、今日はじゃなくて、もう今日きりにしようよ。もう今後いいって。でも俺に恩を送ったら結構いいことありますよ。いや、ないよ。お前花火くんないじゃん、どうせ。いや、花火もらっときよく言えたの、今まで。お前さ、だろ、1年ぐらい見てて3発しかくれないのによくそんな恩着せがましいこと言えるよな。ちょっと待って、いやいや、本当によく
そんな3発、年、1年、2年見てて3発しか投げてないのに、そんな大きく出れるよな、本当に。いや、未課金アイテムも結構投げたでしょ？パフェとかバーガーとか。何未課金アイテムって。未課金アイテム、バーガーとかいっぱい投げたじゃないですか。何未課金アイテムって。未課金、話をちょっと聞いて、未課金。いや、だから花火とかバーガーなんて、正直ね、一人で20円とか投げたじゃんとか言われてもダメじゃねえんだからよ。いや、それを、そういうところが、風船一つでも感謝しないところが、昔、だから売り上げ下がってるんですよ。うん、いや、売り上げが高いだけは風船一個でも感謝しないでしょ、あなた。いや、違う、お前と会話するストレスを考えたら、風船とか花火じゃ割りが合わないって話をしてんの。いや、それはちょっとないな。それはちょっとひどいな。お前さ、じゃあさ、あのさ、コンビニエンスストアにね、行ってね、2年間俺は本立ち読みしてると、はい、ね、毎日ジャンプ読んでんだよ。で、店員さんが止めたの。店長さんが、はい、立ち読み勘弁してくれませんかって、仮にね。その時に、客がね、はい、俺この店2年間かよって1500円も使ってんだよ。おい、この店毎日来てんだよ。俺、2年間で1500円も使ったんだぞ。1500円使ってる客に対してよ、それはねえんじゃねえのか、感謝はないのか、10円、20円でって、お前がやってんのこれだよ。いや、それ何が悪いんですか。うわぁ。うわぁ。だからね、1円でも10円でも100円でも1000円でも1年でも、ありがたみを感じないから、だからあなたはいつまで経っても中堅なんですよ。うわぁじゃないの。その時点で、うわね、もらって当たり前というその考えが出てるんですよ、無意識に。いや、これ本気で言ってんだよ、こいつ。マジで。だからだよ。うわ。いや、明らかに今のあなたが悪い。いや、ないわぁじゃなくて。確かにそういう言い方は悪い。あの、俺は別にそういうきつい言い方はしないけど、ね。すげえなぁ。きつい、そういうさっきの和藤さんみたいなきつい言い方はしないけど、そのおっさんのね。もっとやらなくて言うけど、もらって当たり前っていう感覚がそういう言い方に無意識に出てるの。俺もらって当たり前だと思ってないよ。ちょっと1000円、2000円ばかりで、なんか鬼の首取ったような態度はなくないって言ってんの。いや、もらって当たり前という感覚だから。だから俺はもらって当たり前だと思ってない。リスナーに感謝しないの。いや、俺はもらって当たり前じゃなくて、小銭で偉そうにしてるやつが、要はね、ドリンクいいですかってキャバクラで言って、いやだ、俺セット料金払ってるからって言って、やらせろよって言ってんのと一緒だから。一緒じゃねえよ。一緒だろ。何でもかんでも例えにするな。いや、だってそういうことでしょ。キャバ嬢がんないだよ。あのね、お前さ、風俗嬢にさ、先っぽだけいいとか言うタイプだろ。何が？あ、デリヘルとかで先っぽだけ入れていい、先っぽだけとか言うタイプだろ。いや、むしろあの、向こうから入れてくださいって言われる。なんで見え張るの、そういうところで。まあいいや、次枠行くわ。もう、いや、そういう小さいね、そういう小さい男だな、本当に。小さいのあなたのおちんちんです。小さい男だわ、本当に。小さいのあなたのおちんちんです。そんな、お疲れ様でした。はい、風俗場マウンティングですよ。早く落としてくださいよ。小さいのはあなたのおちんちんですから、ね。いや、次枠行くわ。はい、次枠行く。はい、いや、俺も来ないですから。行かないから、ね。いや、待ってないから、お前は。もう、かけないで、ほんとに。じゃあ、お疲れ様でした。きつい。きついな、はい、本当に。お疲れ様でした。はい。いや、これはきついな、ほんとに。